こんばんは、ピアノ調律師の関勝文です。この動画は、ピアノ調律師が考える音楽教育のこれまでとこれからということで、その、2番目の動画になります。1番目の動画では、音楽を作るということを、子どもたちに教えていくことはできないかという問題提起に対して、それはどうやらできそうだというお話でしたが、そのもうちょっと深く掘り下げた歴史的背景なども絡めたお話をこの2つ目の動画でさせていただきたいと思います。そもそも、大作曲家、歴史に名を残したような作曲家たちはどんな音楽教育を受けていたんだろうっていうことを疑問に持つようになりまして、いろいろ調べていったんですけれども、モーツァルトの頃なんかはですね、教材なんていうものがそもそもなかったので、彼の場合はお父さんが音楽家でしたから、もう普段の生活の中にも音楽が溢れ返っていて、で親子でああじゃねえかこうじゃねえかっていうふうに相談しながら音楽を教えるっていうよりも、もう作る、一緒に作って作品をどんどん作っていく、作曲をしていくっていう、もう教育っていうよりもむしろ職業訓練のような状態だったっていうふうに言われていますね。なのでそういうものを今の子どもたちにやっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思ったわけなんですけども、じゃあモーツァルトとかバッハ、ベートーベンなんかもそうですが、ベートーベンについてですね、この本がおすすめなんですけども、ちょっと昨日このピアノを運搬したからもう足が筋肉痛で、ちょっと話とは関係ないんですが、手塚治虫さんの「ルードウィフ・ウィー」っていう本にですね、ベートーベンが、これだ、もう何だろう、これね、親子で練習してる風景とか、そんな感じの職業訓練だったみたいな話をしたかったんですけども、っていうお話で、あれ何の話をしたんだっけ、忘れちゃった。ベートーベンとか、その大作曲家の頃は教材がなかったので、音楽を作るっていう職業訓練のようなものだったっていうのが、今のような音楽教室のスタイルに変わっていった経緯っていうのがあるんじゃないかっていうことで、それをちょっと調べたわけです。ですね、まずはちょっと日本の場合でお話していきたいんですけども、日本の場合とその西洋の海外の場合っていうのが2通りございまして、日本の音楽のルーツっていうところまで遡るんですけども、ですね、日本で一番最初にクラシック音楽を学んだ人ってどなただったかご存知ですかなんていう話になっちゃうんですが、これはですね、答えから言いますと津田梅子さんです。女子英学塾、後の、津田塾大学の創立者の、津田梅子さんが、明治維新で開国した後に、使節団をアメリカに政府が送るんですけれども、その中の一人として8歳とかじゃなかったかなに、そのメンバーになって、海外へ渡航してピアノの演奏を学んできたと。これはですね、日本のピアノ100年、ピアノ作りにかけた人々という本の中で紹介されているエピソードなんですけども、ちょっとリンクを後で説明欄のところに貼るようにしますので、そちらを見ていただければと思うんですが、津田梅子さんが、施設団のメンバーとしてアメリカに行ったと。男性の人たちは、富国強兵を歌っていた日本のために軍事的なこと、経済的なこと、政治的なことを勉強しに行ったんですけども、文化的なことは女の子でいいんじゃないかということで、その津田梅子さんが送られてピアノを勉強してきて帰ってきて、日本で音楽を広めたと。だから津田梅子さんが勉強してきた音楽っていうものが、演奏技術だったので、そもそも日本に音楽が、西洋音楽が入ってきた時点で音楽を作るっていう考えっていうのが最初からなかったわけなんですね。だから1番目の動画でも本当はこれ言わなきゃいけなかったんですけども、音楽教室で音楽を作るっていうことを教えないっていうのは、才能とか能力とかっていう問題じゃなくて、
日本ではそもそもそういうことが知られていなかったっていうお話なんですよね。で、実はこれは海外にも似たようなエピソードがありまして、ですね、津田梅子さんがそのクラシック音楽を広めて教えて、日本でいろいろ教えていって、で、同時にピアノっていうものが海外から入ってきてですね、スタインウェイ&サンズのピアノがあったりですとか、国産のヤマハのピアノも誕生したりとかしてですね、ピアノっていうものが市場に出回るようになったんですけども、いかんせん最初から高価なものだったので、ピアノを買えるっていう人っていうのは、まあ、主に貴族の人たちだったわけなんですが、貴族の娘なんだからピアノぐらい弾けるようにならないと、なんていう話でですね、お嬢さんたちがピアノを習っていって広まっていったっていうのが日本のピアノの黎明期という話なんですけども、これ実は海外でもですね、ピアノっていうのは貴族のものだったっていうことで、やっぱり高価なものだったから貴族の人がしか買えなかったから、貴族のお嬢さんだからピアノぐらい弾けた方がいい演壇に恵まれるんじゃないかっていうことが、こういうウィキペディアのソーシャルヒストリー・オブ・ザ・ピアノっていうふうにページがあるんですけども、そこに書いてあってですね、あ、日本も海外も一緒なんだっていうことに驚いたことがありました。で、話はそれを言いますけども、まあ、モーツァルトやベートーベンたちが受けてきたそのような職業訓練のスタイルっていうのがどうやって変わっていったのかっていうふうに、のお話なんですけども、これはですね、もういろいろなことがあるので、絶対にこれだっていう確実な答えっていうのはおそらくないと思われますけれども、まあ歴史の流れからしてこう落ち着いていったんじゃないかっていうことでお話しさせていただきますね。まあこれはもう本当に一説なんですけれども、ベートーベンがとても厳格な指示を楽譜に書いていて、作曲者の意図っていうのは絶対だっていうふうに、言っていたっていうのが、まあ、一つの影響としてはあるんじゃないかと。それまではですね、バロック音楽ですか、モーツァルトなんかもそうだったのかな、ピアノ協奏曲とかでもカデンツのところはもうアドリブで思い思い弾いてもいいっていうような楽譜の指示も曖昧だったりすることがあったらしいんですけども、まあ、ベートーベン自身も即興名手だったっていう話なんですけどもね、自分の書いた楽譜についてはとても厳しい方だったっていうので、作曲者の意図は絶対っていう のだめカンタービレの中にも出ていますけれども、そういう発想というのは ここから生まれたんではないかというふうにも言われたりしていますね。で、私が今のところ思っている、その一番の影響っていうのは、産業革命なんですけれども、これは音楽だけに関わらずですね、教育っていうもののあり方がこの産業革命で大きく変わっていたっていうのはほぼ間違いないというふうに言われているんですが、それまでみんな思い思いに自由に好きなように生きていた、まあ、今も自由ですけれども、教育っていうのが多様だった時代から、産業革命の時代に入って、大きな工場でたくさんの人員を集めて大量に商品を生産して販売するっていう経済活動が行われるようになって、人間も同じものを作れるように同じような人に育てていかなきゃいけないっていう考えになって、それで学校っていうものが生まれたというふうに言われています。黒板に向かって先生の話を聞くっていう授業のスタイルっていうのが生まれたのがその頃っていうふうに言われてまして、みんな同じようにっていうふうに教育されるようになったのが公教育の始まりであると。で、これは日本が開国した後に明治時代に学校が出来上がったっていうのも同じような時期ですので、まあ、世界も日本もこの辺は同じなのかなと。で、そういった量産するための人材育成のための、一斉教育ということなんですけども、ほぼ同時期にしてですね、例えば先ほどのフィリップ・シェパードさんの王立英国王立音楽院ですとかジュリアード音楽院なんかも、英国王立音楽院の設立が1822年、ジュリアード音楽院の設立が1905年ですので、まあ、ほぼ産業革命の
時期に学校ができた、まあ、学校ができたというか最初からそうやってみんな同じように育てろっていうようなやり方はしていなかったかもしれないですけれども、やっぱり学校のスタイルのあり方の流れとしてそういうふうになっていったと。つまりはあの演奏音楽っていうものもあのこういったものをやりましょうっていうようなあのスタンダード化っていうんですかっていうのがされていったんではないかなというふうに、考えています。で、あの設立だけが原因っていうわけではなくて、あの手段が目的化したとかで、手段とこの音楽を学ぶっていう目的があって、その手段としてあのクラシック音楽の演奏っていうふうなはずだったのに、クラシック音楽を演奏するっていう手段の方が上に来てしまったっていう、あの手段と目的が逆転しているっていう、この話はですね、あのこの東京都千代田区麹町中学校の校長先生である工藤雄一先生が、あの目的と手段の逆転っていうような話をされてるんですけども、あのこういった音楽学校の中でもそういったことが起こってしまったのではないかなというふうに考えております。それとあとあのメディアの影響ですね。あの録音技術っていうものが音楽に与えた影響ってものすごいと思うんですけれども、その録音技術が生まれる前からですね、あの自動演奏の、機械っていうのは発明されていましたから、やっぱり楽器を演奏を習得するっていうのは相当当時の人からしても大変なことだったんだろうなっていうことが想像できるんですけども、録音技術が生まれて、まあ、エジソンが発明した蓄音機ですとか、その後にラジオが生まれて、あの素敵な音楽が街に流れるようになっていったんですけども、そういったメディアの影響ってあのすごいですよね。もう これがいい音楽って言ったらもうあのなんか自分なんかっていう風になっちゃうと思うんですよ。それまではあのもう生演奏しかなかった時代はあの誰々の演奏が良かったとかっていうような話だったけど、生演奏自体がもうありがたいものだったはずなのに、メディアの誕生によって音楽っていうものはが、うん、価値が落ちてしまったっていう風にね、もう考えられる。今ではもうスマートフォンとかあのであの何千万曲が月々980円とかっていうふうに言われてますから、あの音楽の価値自体がだいぶ下がっちゃったっていうのは産業革命、その録音技術の誕生の時にあったと思いますし、それから名作名演 あのスタンダード化っていうことで、あのその誰もがあの好きなように作ってあの演奏するっていうものがあの大衆に受け入れられなくなっていってしまったんではないかなというふうに思います。ただあの確実に言えることなんですけども、あの音楽を作ることを教えない現代の音楽教育っていうのは、あの教える側の能力の問題ではなくて、そもそも音楽を作ることを教えることがもう人類の文化としてあの忘れられているんではないかなということが言えると思いますね。なのであの今の音楽教室ではあのその音楽を作るっていうことを知るっていうのがあまり盛んに行われていないんではないかなっていうのが、あの私が集めてきた情報からの推察です。あくまでこれは推論で申し訳ないんですけれども、あのでもほとんどそうなんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから誰が悪いとかっていうそういう問題ではなくて、もうその産業革命からのその流れでこうなってきてしまったっていうことですかね。はい、これがあの2つ目 その経緯のお話です。で、あの3つ目の動画では、じゃあこれからどうしようかっていう、ここがあの一番大切なところなんですけども、このままでいいのかっていうのを考えた時に、いやそうでもないでしょうっていうようなことをお話しさせていただきたいと思いますので、また次の動画の方もぜひご覧になっていただきたいと思います。